スノーマンニューシングルのビジュアルはダンディズムとポップの2パターン、新曲タイトルも明らかに。2月14日にリリースされるスノーマンの両 A 面シングル、ラブトリガーウェルゴートゲザーの新ビジュアルとジャケットアートワークが公開された。今作では表題曲のラブトリガー、ウェルゴートゲザー、それぞれの楽曲コンセプトに合わせて2つのビジュアルが制作された。ラブトリガーは色気とダンディズムあふれる大人なコンセプトで、ウェルゴートゲザーはポップで明るく、希望を感じられるような仕上がりとなっている。シングルは初回限定版 A、初回限定版 B、通常版の3形態が用意され、各形態で両方のビジュアルが楽しめる。また通常版に収録される新曲のタイトルが NEXT であることも明らかとなった。表題曲はどちらもメンバーが初の単独主演を務める連続ドラマの主題歌、ラブトリガーは岩本照の主演ドラマ、恋する警護24時、ウェルゴートゲザーは渡辺翔太の主演ドラマ、先生さようならの主題歌に使用される。